毎年正月が近づくと水戸市の近くの小美玉市にある花木センターに出かけて寄せ植えの材料を買ってきて寄せ植えを作ります。今年の正月の寄せ植えもいつものように作りました。今回はその寄せ植えをいろいろなゾーンプレートを使って撮影した写真を動画にしました。その寄せ植えをレンズ付きカメラで撮影した写真です。昨年12月に寄せ植えを作った時にはまだ梅の花はみんなつぼみでしたが、三が日を過ぎる頃からは白い八重の花がぽつぽつと咲き始めました。ゾーンプレート写真はピンホール写真と同じくレンズを使わないレンズレス写真です。写真の原理は被写体の上の一点から出た光をフィルムやデジタルカメラのセンサーの上の一点に集めて映像を作り出すことですが、このためにレンズの場合は光の屈折連射、ピンホールは光が直進するという性質を使っています。これに対してゾーンプレートは回折連射を使います。レンズの屈折連射はレンズというものの性質ですが、ゾーンプレートの回折連照はゾーンプレートの形で決まる性質です。そういうわけでレンズと違ってゾーンプレートはその形と大きさを見ればどんなゾーンプレートか分かります。それではまず最も基本的なゾーンプレートであるフレネルゾーンプレートとピンホールを見比べてみましょう。左の図がフレネルゾーンプレートで右の図がピンホールです。白いところが透明で光が通り、黒いところが不透明になっています。ゾーンプレートには焦点があって、焦点距離が 50mm の場合のこのゾーンプレートの大きさが図の下側の 1mm のスケールで分かります。ピンホールには焦点がないので焦点距離はありません。そこで左の図のゾーンプレートと同じ位置に被写体を置いて同じ位置に映像を作るときに最も適切な大きさのピンホールの図がここには書いてあります。この場合のピンホールの大きさは実は左のゾーンプレートの中心の透明な円と同じくらいの大きさです。ところでフレネルゾーンプレートはこの図のように面積が等しい透明な同心円状の環状領域と透明な同心円状環状領域をたくさん集めてできています。この領域の数はいくつでも良いのですが、数が変わると撮れた写真も少し変わってきます。この図のゾーン数は9になっています。この動画全体はこのフレネルゾーンプレートとピンホールおよび次に示す6種類のゾーンプレートを使って寄せ植えの写真を撮ったものを集めて作りました。フレネルゾーンプレートの場合、ある透明ゾーンを通る光は内側の透明ゾーンを通った光に比べて1波長分の時間だけ遅れて映像面に到着して、お互いに強め合って映像を作り出します。もし1波長遅れでなくて半波長遅れならば打ち消し合って光の強さはゼロになってしまうのでゾーンはできません。波長の整数倍であることが大切です。整数倍の中でも特にこのように1波長ずつ変化という規則を守ったゾーンプレートとしてはこの図で示す3種類のものがあります。まずこのようなゾーンプレートでも一つの透明ゾーンの中心寄りと外寄りでは焦点までの距離が少し違いますから、映像面上に光が集まった時に完全に有効に足し合わされるわけではありません。そこで透明ゾーンの端の方からの光は弱く、不透明ゾーンの端の方は少し光を通すようにグラデーションをつけたものが左側のガボールゾーンプレートです。中央の図は包茎ゾーンプレートといって一方向だけについて回折光が収束する一次元のゾーンプレート2枚を直交するように重ねて
重なったところが2枚とも不透明になる場合には、その部分を透明にするという修正を行ったものです。最後は右側の図のフォトンシーブです。これはフレネルゾーンプレートの透明ゾーンの中心を通る円の上に中心を置いた小さな円形透明部分をたくさん作って、環状透明ゾーンをたくさんの円形透明部分に置き換えたものです。円形透明部分は環状透明部分をはみ出しても構わないので、いろいろなフォトンシーブが考えられて、設計次第で高性能なゾーンプレートを作ることができます。ここまで述べてきたゾーンプレートは、面積が同じ同心円状のゾーンを作って、中心から外に向かって透明ゾーンと不透明ゾーンを交互に配置することを基本にしたものですが、この図に示した3種類のゾーンプレートは、面積の等しい透明ゾーンと不透明ゾーンを交互に配置して映像面に到達する光が1波長分ずつ変化するという規則に従わないゾーンプレートです。ゾーンの並べ方の詳しいことは別の動画で説明する予定です。名前は必ずしもはっきり決まっていませんが、左からカントールゾーンプレート、フィボナッチゾーンプレートおよびスエモースゾーンプレートと呼んでおきます。これらはカントール集合フィボナッチ文字列およびスエモース文字列を元に作られたゾーンプレートです。カントール集合フィボナッチ文字列およびスエモース文字列のがどのようなものであるかはここでは省略します。ゾーンプレートには非常に強い色周差がありますが、これらのゾーンプレートはそれを緩和する目的で作られています。特にスエモースゾーンプレートはその効果が大きいことが実験的に分かります。フォトンシーブで撮った寄せ植え全体の写真です。フレネルゾーンプレートを梅の花に近づけて撮った写真です。フレネルゾーンプレートをさらに近づけて撮りました。 0.3 倍程度の純マクロ写真です。ピンホール写真は広角写真が得意ですが、望遠写真やマクロ写真は苦手です。これに比べてゾーンプレート写真は画角が狭いので、広角写真は苦手ですが、望遠写真やマクロ写真は得意です。スエモースゾーンプレートの形はフレネルゾーンプレートと見た目には随分違いますが、同じような写真を撮ることができました。この動画で使った写真を撮影したゾーンプレートは全て焦点距離 50mm のフレネルゾーンプレートを元にして形と大きさを決めてあります。しかしこのようにして作ったスエモースゾーンプレートには焦点距離 50mm の焦点はありません。 50mm はあくまでも名目的焦点距離なのです。実際の焦点距離はいくらかというと、この写真を撮ったゾーンプレートの場合約 43mm と約 59mm にあって、ゾーン数を大きくするとその数は増えていきます。今述べたことを確認するために数値シミュレーションを行った結果がこのグラフです。左の図が焦点距離 50mm ゾーン数19のフレネルゾーンプレート、右の図が名目的焦点距離 50mm フレネルゾーンプレート対応のゾーン数16のスエモースゾーンプレートについて結果を表しています。グラフは光軸上で光の強度分布がどのように変わるかを表していて、数字はゾーンプレートからの距離を表しています。このグラフを見れば分かるように、フレネルゾーンプレートの場合はゾーンプレートから 50mm 離れたところに光が集まっていて、ここが焦点であることが分かります。
一方、スエ・モースゾーンプレートの場合は、名目的焦点である 50mm のところには光が集まらず、約 43mm と約 59mm のところが実際の焦点になっていることがわかります。今度はカントールゾーンプレートで撮ったほぼ等倍の梅の花のゾーンプレートマクロ写真です。実際の撮影は 50mm の長さ調整ができるヘリコイドをフォアサーズカメラのオリンパス EPL6 に取り付けて、その先にゾーンプレート素子をつけて行っています。フォトンシーブでかなりシャープな等倍マクロ撮影ができました。この写真では梅の花のおしべがはっきり見える程度ですが、ゾーンプレートによってさらに倍率の高いマクロ写真を撮影することもできます。フォトンシーブでやや広い領域を撮影したものです。菊の花と石灯籠が写っています。同じくフォトンシーブによる写真です。手前にあるのは松の葉です。フォトンシーブでさらに近づきました。前の写真と同じ光景を直径 0.2 ミリのピンホールで撮影しました。遠くから見たり縮小してみるとピンホール写真の方がシャープな印象を与えますが、細かいところを見るとゾーンプレート写真の方が鮮明であることがわかります。同じ光景を今度は法径ゾーンプレートを使って撮影しました。ゾーンプレートは45度傾けて装着したので、写真は斜めに置いた網を通してみるような感じで、その雰囲気が現れています。法径ゾーンプレートでさらに近づきました。この写真では法径ゾーンプレートで撮った写真らしさはあまり出ていませんが、これは光の強さが弱いためと思われます。スエ・モースゾーンプレートによる鶴の写真です。スエモースゾーンプレートで鶴、亀、橋、五重の塔の写真を撮りました。非常に近距離で撮りましたが、ある程度離れている被写体も同じような鮮明さで写っています。フォトンシーブで亀を撮りました。岩ひばの向こうに立つ陶器でできた五重の塔をいくつかのゾーンプレートで撮った写真を見てみましょう。最初は法径ゾーンプレートによる写真です。明るい太陽光の下で撮影したので、強く反射している部分に光棒が美しく光って見えます。フレネルゾーンプレートは円形パターンなので光棒は見られませんが、光の強い部分に直進光によるゾーンプレートの形が映し出されます。
ボールゾーンプレートによる五重塔です。ガボールゾーンプレートはフレネルゾーンプレートとよく似た結果を与えます。ただしフレネルゾーンプレートを通過した光には高い次数の解説光が含まれているのに対してガボールゾーンプレートを通過した光には一時の解説光しか含まれません。このためかどうか確認できませんが、ガボールゾーンプレートによる写真はより自然な感じを与えるように思われます。フィボナッチゾーンプレートによる五重塔の写真です。フィボナッチゾーンプレートもスエモースゾーンプレートと同様に名目的焦点距離とは違う位置に主要な焦点2つがあります。この写真を撮影したフィボナッチゾーンプレートでは名目的焦点距離が 50mm であるのに対して約 60mm の位置にある焦点に合わせて撮影しました。他に約 40mm の位置にも焦点があります。フォトンシーブによる五重塔の写真です。シャープさも陶器の色の再現性も優れているように見えます。再びガボールゾーンプレートを使って五重塔を高い位置から撮影してみました。カントールゾーンプレートによる菊の花の写真です。直径 15mm ほどの小さな菊の花です。方形ゾーンプレートを45度傾けて取り付けて前の写真と同様に撮りました。方形ゾーンプレートらしい斜めの網の目状の雰囲気が見て取れます。ガボールゾーンプレートで撮影した菊の花です。撮影時の光の条件が適切であったため背景が暗くなるというゾーンプレート写真らしい特徴がよく出ています。梅の木を中心とした寄せ植え中心部分をピンホールおよびいくつかの異なったゾーンプレートで撮った写真を集めてまとめてみます。まず最初は直径 0.2 ミリのピンホールによる写真です。今まで示したようなピンホール写真らしさの出た写真です。フィボナッチゾーンプレートによる写真です。方形ゾーンプレートを45度傾けて撮った写真です。方形ゾーンプレートらしく45度傾いた網の目状の雰囲気がよく出ています。特に梅の枝が網の目状の模様に合わせてやや直線化しているような感じです。最後はフレネルゾーンプレートによる写真です。松の内もすり去り小正月を目前にした頃には寄せ植えの梅は満開になりました。レンズ付きカメラによる写真を見ながらお別れです。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルには他
他にも多くのゾーンプレート写真がありますのでご覧ください。また本チャンネルは赤外線写真も対象にしてあります。どうぞ赤外線写真の動画もご覧ください。